葵区黒金町、静岡駅北口の高架沿いに2023年3月13日にオープンしたコンテナ改造のお店、肉スタンド1013。食肉卸の老舗青野グループの新プロジェクトで、さまざまな肉料理を駅近で気軽にいただける肉バルのようなお店です。肉系の料理は1枚から注文可能な品や小皿サイズを安価で提供。料理を少しずついろいろ食べたいという方に嬉しい価格設定です。静岡ミートの人気商品そのまんま肉バーグをいただけるランチ限定定食もあります。お酒は定番のほか、静岡茶を使った3種の茶割りがおすすめとのこと。注文はスマホアプリで行うシステムです。今回は一杯だけの軽い一人飲みで手頃な肉つまみを試してみるテーマで利用。この日のお通しは牛すじの煮物。とろとろで脂の甘みが口いっぱいに広がる一品。野菜にもしっかり肉の旨みが染み込んだ濃い味でつまみになりました。名物の炭焼き出来たてチャーシューは日置きせず毎日焼くのがこだわり。1枚から注文可能です。とろけるタイプではありませんが、肉質は柔らかく旨みと香ばしさをかみしめて味わえます。タレの甘さがよく馴染んで最高でした。ピリ辛よだれ馬馬刺しとレアステーキの中間、炙った馬肉に食感を残した玉ねぎベースのピリ辛だれが乗ったヘルシーな一皿。柔らかい部分と噛み応えある部分の差も楽しい馬肉ならではの食感。辛すぎないタレがさっぱり絡み後を引く美味しさでした。最後はそのまんま肉バーグをソーセージ状にした串焼き。炭焼きによって香ばしく油もさっぱり落としてありますが、噛みしめると肉肉しさが口いっぱいに広がる一品です。駅近くの立地で気軽にさまざまな肉料理をお酒と共に楽しめる新店舗、ぜひお試しください。